スノーマン佐久間大介も大興奮。人がガラッと変わる様子を見届ける激変バラエティがゴールデン帯に初進出。各テーマの第一線で活躍するプロが自身の経験に基づいたより実践的な方法を徹底伝授。 TBS ガラッとチェンジマンは9月6日19時より放送。9月6日19時から TBS にてガラッとチェンジマンが放送される。ガラッとチェンジマンは各テーマの第一線で活躍するプロが自身の経験に基づいたより実践的な方法を徹底伝授。的確すぎる華麗なコーチングによって苦手なことができるようになる、特技習得など、人がガラッと変わる様子を見届ける激変バラエティ番組。2023年10月から12月に一部地域限定でレギュラー放送、2024年1月に特番として放送されていたが、この度全国ネットでの放送、そしてゴールデン帯初進出が決定した。スタジオではゲストに近藤春菜、ハリセンボン、斉藤渚、佐久間大介、スノーマン、陣内智則、滝沢カレンが変身の様子を見届ける。進行は前回に引き続き、田村真子 TBS アナウンサーが担当。あばれる君&和田正人&ラグビー元日本代表、田中文明がクレーンゲーム攻略法を習得。クレーンゲームが苦手なお父さんのガラッとチェンジには、お笑い芸人のあばれる君、俳優の和田正人、ラグビー元日本代表の田中文明が登場。100円で取ろうという考えが間違い、掴んではいけないなど、目から鱗のコツが伝授されると、みるみる上達し次々と景品をゲット。さらに、老け顔に悩むお母さん、逆上がりができない少年、子供の食べ過ぎに悩むお母さんをガラッとチェンジ。老け顔に悩むお母さんのガラッとチェンジでは、金太郎がめぐみ流暢簡単ストレッチと、カリスマヘアメイク、化け子先生の誰でも簡単に若返るヘアメイク術で大変身。逆上がりができない少年には、ラッコキック、なる簡単かつ短時間でできるようになる習得法、子供の食べ過ぎに悩むお母さんには、錯覚ダイエット法、などを、その道のプロが伝授。